私、生きてる。違う。死に損なっただけ。奏は、何のために生きて、何のために死んだのだろう。真面目が過ぎるぞ、翼。あんまりガチガチだと、そのうちポッキリいっちゃいそうだ。一人になって私は、一層の研鑽を重ねてきた。数え切れないほどのノイズを倒し、視線を越え、そこに意味など求めず、ただひたすら戦い続けてきた。そして、気づいたんだ。私の命にも、意味や価値がないってことに。戦いの裏側とか、その向こうには、また違ったものがあるんじゃないかな。私はそう考えてきたし、そいつを見てきた。それは何？自分で見つけるものじゃないかな。奏は私に意地悪だ。だけど、私に意地悪な奏はもういないんだよね。そいつは結構なことじゃないか。私は嫌だ。奏にそばにいてほしいんだよ。私がそばにいるか遠くにいるかは翼が決めることさ。私が？だったら私は。